じゃあ、牛尾まさみ行ってみますか。久しぶり。どの辺で終わってたんだっけ？ドラマを収録して、そのまま夜は更けていったみたいな感じだったな。お疲れ様でした。牛尾が出るシーンは切れ目なく続き、深夜に及んでようやく終了した。深夜、撮影隊のスケジュールは夜中の12時を過ぎても午前0時、1時、2時という言い方をしない。あくまでも前日の続きの24時、25時、26時というように表現する。時には、いやー昨日は疲れた、31時終了だったから、などということもあるらしい。でも31時って何時だ ?6、7、7時、8時くらい朝やん。明日も早朝からロケのため、役者にはホテルが用意されている。馬さん荷物忘れてますよ。杉山が後ろにショルダーバッグを渡した。お。俺のか。よっぽど疲れてますね。しっかり休んでください。お前もな。僕はもう今日で辞めるんです。助監督なんてつくづく凝りました。後ろは言った。辞めないでくれよ、杉山。お前向いてるって、こういう業界。俺も辞めてよって言ってみる？またそんなこと言って、馬さんは頑張ってくださいよ。こんなこと下っ端の僕が言うのもなんですけど、すごく迫力だってありますし、演技中は本気で本物のヤクザに見えますよ。そうか、ありがとうよ。薄い爆笑した。じゃあお疲れ様でした。じゃあな。杉山本当に辞めちゃうの？薄いはシングルの小さな部屋に入った。いや、やっと休めるね。ショルダーバッグを放ってすぐにベッドに倒れ込む。ちょっと待って、でけえな。でかいよね、この人。ベッド。部屋は冷蔵庫も化粧台もなく、トイレは廊下の共同というわびしいものだった。悪夢のような長い一日だった。あや、あやの顔が浮かぶ。やっぱ髪アップにしてるとわかんないな。なぜか警察で調べられているという、改めて不安が突き上げてくる。なんだ、宝石強盗に会った次の日に弟が帰ってきてお父さんぶん殴るっていう。なかなかお祓いに行った方がいいんじゃないかしら。牛はむくっと起き上がりドアに向かった。お、外行くの？牛は宝石店が見えるところまで来た。あら、店はシャッターが閉まっており、もう警察もいない。ん？通りは丸山町へ出入りするカップルが何組かいるだけだ。カップル、映っているのは矢野朝和とカイドウ安子？矢野は高嶺の花だって安子から突然デートに誘われた。天にも昇る気持ちだが、これまでのモテない人生を考えると、何か裏があるはずだとつい思ってしまう。そして今夜は帰りたくないの、という安子の言葉に、矢野の体は硬直するのだった。案の定安子にはある思惑があるのだが、その話はまたの機会に。嘘？本当に？またの機会あるかな？牛尾は店の前に立った。中は何も見えない。ここへ来たところでどうにもならないことは分かっていたが、どうしても気になって足が向いてしまった。何をしている？え、牛尾はその声にきくりと振り返った。え？誰？だが声をかけた男の方がもっと驚いたようだった。大臣？え？山吹？ん？元は、牛尾の元にいた白峰組幹部の山吹。え？大臣？武闘派だった牛尾とは対照的に経済に強く、外見もスマートな一流次第でのヤクザである。なんか、こういうタイプのヤクザも確かにいそうって感じの人だな。何してるんですか、こんなところで。いや、お前こそ、なんだ、頭脳派ヤクザ。今日この店で強盗事件があったの知ってますか？牛尾はぎょっとした。あ、ニュースで見た。それで今ここを通ったもんだからな。そうでしたか。狐の三時、覚えてますか？ああ。やつなんですよ、ここ叩いたの。警察はまだ突き止めてないようですがね。そうか。その時使った茶か、うちの若い者から騙し取ったものでしてね。もし奴が捕まって全部歌ったら、最悪組長まで持ってかれるかもしれません。歌う？自白する、白状するなどの意味、または泣く、謝る、降参すること。しようれ、腹の立つガキやの、我ら、ええ加減、歌わしたろかい。おぉご調は知り上がり。おーん、はあ、まあ、逃げ足だけは早いやつですから、そう簡単には捕まらんでしょうけど。
ただもう一人が誰なのか。お、馬部仁太郎のことだよ。彼は今、なんだっけ、神、なんだっけこれね、耐震ホテルで昨夜の先に酔いつぶれて寝ているところ、彼の目覚め方を見るにのんきに寝ているというわけではなさそうだ。え、あ、そっか、悪夢見てたんだ、見てたんだもんね。二人で逃げてるって話です。今どんな野郎か調べさせてます。明日にはわかるでしょう。そ、そっか。いや、部外者に余計なこと喋りすぎました。気にせんでください、牛尾さん。何？大臣になったのは私でした。お前が？ああ、なんかそういう役職？結局うちのしのぎ支えてるのは誰かってことですよ。しのぎ、仇でない人たちの経済活動、またはそれによる稼ぎのこと。例えば債権取り立て、賭博飲み行為、みかじめ料、諸話代、覚醒剤密売など。では、お気をつけください。何を？まあ、みかじめ料なんてのは普通にあるって聞くけど。いくら頭の固い親父さんでもそれは分かってる。ん？いずれはお嬢さんと結婚して跡目継ぐことになるでしょう。そういえばそういう話だった。家名や地位を相続すること、跡目、組においては基本的に直系の子分に引き継がれていくのは習わしである。かつて牛尾は最有力の後継者だったが、足抜けしたことにより、なんだ？旗、陣、七、竜の、山吹がその知能と経済的手腕でナンバー2の座についた。さらに組長の娘と結婚することによって、跡目としての正当性を主張しようとしている。ライバルじゃん。山吹はこちらの反応を伺うように見る。牛尾は言った。俺には関係ねえことだ。全く気に入らねえな。言いたいことがあるならはっきり言え。なんか全部、ちげえなぁ、ニュアンスっていうか。はっきり言えや。せや、それとも俺に喧嘩売ってんのか。ふふ、まさか、メガネ食い。暴れ牛と呼ばれた男に、サシで喧嘩売るほどバカじゃありませんよ。メガネ食い食い。差し向かいの略、二人が向かい合っていること。ただし、恋人同士にはあまり使わない。例えば、リカと秀明はサシで見つめ合い、熱い抱擁を交わした。ではムードぶち壊し。かっけえ、なんか。サシでね。その方が利口だ。何の得にもならない喧嘩はしない主義でして。誰かさんと違ってねえ。殺されたいらしいな。おっと、足洗ったんじゃないんですか？それとももうこっちの世界が恋しくなりましたか？それじゃあ親父さんが泣きますぜ。結構嫌味キャラですか？山吹。貴様。じゃあ私はこれで。山吹は暗闇に消えた。あんな奴もいるのか。白峰組組長にはルイ子という一人娘がいる。なぜか牛尾に惚れており、牛尾が足を洗った後も何度か会いに来ていた。もちろん牛尾にその気はなくやんわりと避けては来たが。そうなの？奴が跡目とはな。いや、もう俺には関係ねえ話だよ。そうだよ。寝ようぜ。牛尾はホテルに戻った。部屋のドアを開けようとした時、中で人の気配が動いた。え？牛尾は？あー、バーン！勢いでドアを開けた。バゴーン！なんだその立ち方は。こんな遅くにどこ行ってたの？シナミチルだった。あ、え？早く閉めて。誰かに見られたら困る。ちょっと、突然の女優の待ち伏せに牛尾はおたおたしてしまう。おたおた。何、まだメイク落としてないの？ミチルは後ろの傷を見た。そうそう、よくできてるんでな。気持ち悪くない？ほれ、普段から役になりきることが大切なんだろう？そうだけど、で、どこ行ってたの？ちょ、馬部の、ストーリー一回見た後だと口調が結構違うよね。あれだ、タバコ買いに行ってた。うまちゃんタバコ吸えないじゃない。だから練習のためにな。もういいわ、今夜話があるって言ったでしょ？話。私ね、もうそろそろ本気で考えてもいいと思うの。え？私は覚悟できてるわ。あとはうまちゃん次第。あ？また黙っちゃう。私がこの話しようとするといつも黙っちゃうんだから。いつになったら本気で結婚のこと考えるの？結婚？モテるね。びっくりしたような声出さないでよ。すまん。牛をモテるね。私だってもう38よ。38か。馬ちゃんより2つも上なんだから。しかしあんたとじゃ。すぐそれを言う。いいじゃない。釣り合いなんて関係ないわ。私がいいって言ってるんだから気にしないでよ。まあ、そうか。
沼ちゃんは胸張ってればいいの。私は何言われたって平気なんだし。いいじゃん、一般男性として結婚しちゃいなよ。それに沼ちゃんだって今にきっといい役者になって世間からも認められるようになるわ。私信じてるもの。あら、いい女だなあんた。何や急に。でも男の気持ちも考えた方がいい。お、今時の男だったら客玉残しとか言って堂々としたものよ。それじゃあメンツが立たねえのさ。おお、私とメンツとどっちが大切なの。メンツだ馬ちゃん。男はメンツだ、見えだ。それをなくしたら男じゃねえ。かっけえ。みちるは瞳を潤ませる。でもこんな話してる時にそんなこと言われたらちょっとショックだよ。え、ちょっと聞いてよ。全く失礼しちゃうわ。あの中島って脚本家なんだ。中島ね、市川文康のことだよね。正確には彼はプロットライターで、プロット、脚本の骨組みを作るのが仕事であるが、脚本も書けるのであながち間違いでもない。マリコはさっき市川と路上でぶつかったんだが、転んで荷物が散乱しているのに声の一つもかけてこない市川に怒っている。ぶつかってる。そうなんだ。まだ見てないけど。突然ドアの向こうで金切り声がした。金切り声、金属を切るときに出る音のような鋭く甲高い声のこと。多くの場合女性の声に言うのであって、男性でこういう声を出す人がいたら、それは心は女性である人の場合が多いわね。そうはね。人が困ってるの無視して言っちゃうのよ。よくあんなんでこの業界生きていけるよ。持ち道具担当のマリコだった。てか市川文康の顔知ってんだ。言ったか。みちるは黙ってマリコが通り過ぎるのを待った。みちる、もう一度だけ聞くわ。私と結婚する気はないっていうの。馬部仁太郎は今はまだ見栄を大事にしてんだよ。結婚はあんたと五分になってからって思ってんだ。まあ惚れた男ならそういう気持ちぐらい汲んでやれや。なーに、あんたならもうしばらく待ったところで遅いなんてことはねえよ。人ごと。わかったわ、もういい。ああ、みちるは泣きながら部屋を出て行った。ふぅ、でもどうなんだろう、これ馬部にとって。馬部もだって悩んでるようだったしな、聞いた感じ。牛はベッドに腰を下ろしため息をついた。これはモテるな。馬部仁太郎か。え？なんだ？勢いよくドアが開いた。え？ミチルがものすごい形相で手にしたナイフを突き出している。あれ？何が気持ちぐらい汲んでやれやよ。黙って聞いてれば人事みたいに。私の気持ち本気で考えたことがあるの。ママ落ち着け。捨てろ。おい、そんなもんどこで。冗談じゃないわ。そんな、いい加減に、人のことを。だから違うんだって。本当は俺は、みちるがどんどん牛を追い詰めた。馬ちゃん殺して私も死んでやる。よせ。うわー。ぐさ。あれ？そして4日後。ん？芸能ゴシップ週刊誌の格好のネタになった。そりゃそうだ。芸能ゴシップ週刊誌。主に芸能人のスキャンダルや風俗情報を扱う雑誌。記事の信憑性は問題ではなく、いかに人の目を引くネタを提供、でっち上げともいうできるかが勝負。話題の最前線、トップ情報局などがある。衝撃ヌード。あれ？死んだ？もしかして。あれでもお腹に痛みを抱えたはず、牛尾は。あれ？刺されるのは間違ってなさそうなんだけどな。ん？え、どこの分岐？あ、これ分岐じゃないのか。違うかも、これ。どこかで何かをしてこないといけないのか。なんかそんな感じがします。帰ります。不穏だ、市川文康。牛を助けるには市川文康かなって思って来てみたけど、相変わらず不穏ですね。タバコが切れた。集中力が途切れそうになる。タバコの効用は絶大だ。神経を沈め疲労を癒してくれる。前向きにお話書こうって思ったはずですが、ホテルの自動販売機では私の愛用の銘柄は品切れだった。私は気分転換を兼ねて外でタバコを買いに出かけることにする。タバコを買った。早い。買いました。
その箱の偽善的な断り書き、健康を損なう恐れがありますので、吸いすぎに注意しましょう。私は唇を歪めて笑った。ニコー。今の私には不健康こそが必要なのだ。不健康な薬、不健康なタバコは精神状態を保つための必需品だった。あ、向こうからお荷物を抱えた女が走ってくる。来た。蛇原麻里子。かばさわ組で持ち道具係を担当している。仕事のため結婚もせずに頑張っている。と本人は主張するが、真偽のほどは定かではない。しかし働き者であることは事実。いやー、働き者ならいいんじゃん。現場の頼れるお姉さん。ぶつかった。無様に転倒した。おー。あいただた。女は私を睨んだが、すぐにその表情が変わった。あの、もしかして中島さんじゃありませんか？女は私のペンネームを口にした。私は地面にぶちまけられた小物を眺めた。同業者か。この女テレビ屋に違いない。テレビ屋、テレビ業界で働く人々が自分たちを、とぼしめたニュアンスを込めて使う言葉。ゲーム業界人がゲーム屋と言ったり、作家が物書きと自称したりするのに似ている。似ているが。とすれば私を見て戸惑った表情をしたのも納得がいく。テレビ雑誌か何かで私を見たことでもあるのだろう。あたりに散らばっているものはすべて撮影用の小道具に違いなかった。それなら私の顔と名前を知っていてもおかしくはない。あ、女はチラチラと、目線を、なんてらかんてら。私の足元にも二つ転がっていた。あ、宝石だ。あー、ここじゃない、やはり。この手の女はどうせ先生呼ばわりするに決まってる。私は女を無視した。同じ業界人として少しは親切を見せておかなければ、私は女に声をかけました。こんにちは。かけましたよ。お嬢さんこっちにも落ちてるよ。指輪とネックレスを拾ってやる。いいじゃん。あ、どうも。女は宝石を受け取って傷がついてないか確かめた。あれ、どっちもうちの持ち道具じゃないわ。あ、役者が演技中に持つ身につける小道具のこと。指輪やペンダント、ブローチ、イヤリング、ブレスレットなど、持ち道具。やっぱりこれ馬さんの。どうも助かりました。ありがとうございました。女はわけのわからないことを言って走り去った。女にとって宝石はそんなに大切なものなのだろうか。私にはどうでもいいことだった。よし、これで後ろがどうにかなったんじゃない？いけない。思考が鈍り始めている。油断すると急激な睡魔が来る。そして瞬間の奇跡的インスピレーションや典型的ひらめきをあっという間に、ぐどんな眠りの荒波の向こうへ連れ去ってしまうのだ。典型的ひらめき。天の神が真理を人間に示したかのような思いつき。ただし大抵は勘違いである。典型。典型だって言いますけど。かあかあ私は思い切りカーテンを開け、窓を全開にして朝の冷気を入れた。街はまだ目覚めてはいない。昔、街の夜明けはスズメの声と共に始まったものだが、今ではカラスの声がその役割をしているようだ。ホテルの上の方でカラス来るんすかね？私は立ってコーヒーメーカーで湯を沸かし、コーヒーを入れた。コーヒーメーカー、ホテルには電気式ヒーターが設置されているが、市川は自前のコーヒーメーカーでコーヒーを入れる。四六時中カフェインを取るためコーヒーメーカーの疲弊は激しく、このホテルに宿泊するようになってこれで三代目？嘘、Jソウルブラザーズじゃん。ここで睡魔に負けたくなかった。どうしても眠りたくなかった。ここまで来てこんなところであいつに邪魔されたくない。そっか、眠ると出来上がっちゃうんだもんな。え？コーヒーをカップに注ぎ、その中にまたインスタントコーヒーを大量に入れた。どんよりと黒いその液体は魔の手から私を救うアラジンのランプのせいだ。アラジン、アラビアンナイト、千一夜物語に出てくる青年。魔法のランプと指輪を得て望みが叶う。指輪あるんだっけ？ランプのせい、擦ると出てくるせい、青少年に悪影響を与える恐れが、え？あるので削除。出てきて願いを叶えてくれる。こすると出てくる。これやめなよ、もう。いきなり何考えてんだ。私は、念のためもう一杯分のインスタントコーヒーを注ぎ足す。用心深く梅干しとレモンとラッキョウをおろしてコーヒーに加えた。さらにタバスコと唐辛子とラー油とわさびとマスタードと生姜ニンニクを薬味に効かせた。ええー。
もう B でもうダメな気がするけどなぁ。言っとくか。あ、やった。読める。タバスコ、タバスコソースの役。樽に漬け込んだ唐辛子を密閉熟成させ、ビネガー、岩塩を加えて作る特有の辛味を持ち、ピザやパスタなどに用いられる。日本ではプロレスラー、アントニオ猪木の会社が一手に引き受けて輸入していたらしい。そうなの？マスタード。香辛料の一種で洋辛子のこと。油中の一年草である白辛子、黒辛子の種子を乾燥させ、粉末にしたものを水や酢で練ったもの。あー、酢とかで練られてんだね。そのコーヒーを一気に流し込んだ。グミ！口の中が火事だ！体が燃えている！わー、これでいい。目覚めさえすればそれでいいのだ。燃え上がる体内の火が消えることはない。お腹壊しそう。コーヒーブレイクの間に用心のため今までの原稿をハードディスクに記憶させ、それをロックし、構成用にプリントアウトする。固定磁気記憶装置、ハードディスク？パソコンにおける外部記憶装置の主流、名前はハードだが、落としたり揺らしたり、殴ったりするとすぐに壊れてしまう。困ったものであるな。まだゲームキューブの方が強いよな。構成、ゲラゼリを原稿と比べながら誤りや不備を正すこと。うん。その紙とインクの匂い、最高だ。私はカフェインの錠剤をさらに数錠口の中へ放り込んで噛み締めた。ちょ、カフェイン中毒で死にそう。強烈な苦味が口中に広がり、私はゴリラのような雄たけびをあげる。あ、でもやってるわ。プリントアウトした分をチェックして私は満足して再びモニターに向かう。あと少しだ。実にいい調子で言っている。6時までには仕上げよう。そしてそれをファックスでなく自らの手で、極プロの自宅まで届けるのだ。自宅まで。木枯らしどこに住んでんだろうなぁ。お。あと1枚だ。私は時計を見た。よし、OK だ。予定よりわずかに遅れてはいるが、その点だけは除けばあとは申し分ない。申し分ない大傑作が生まれようとしている。おぉ。体内を興奮と歓喜が渦巻いて突き上げ駆け巡る。これだ。この感覚が欲しくて、私はこの仕事を選んだのだ。できるかな？油断したのがいけなかった。私はまどろみつつあった。やばい。コーヒーも何も効き目はない。部屋の中はパソコンの稼働音の他には何も聞こえず、外からの遠いカスかな。正体不明のさざめきが、いつものようにそろそろと忍び込んでくる。やばい、眠い。さざめき？いや、本当にさざめきの音か。私は強烈な睡魔と戦いながら次第にその怪しげなさざめきに飲み込まれていった。あー、油断するから。危機を察知した本能が心の隅で叫んでいるのだが、まどろみや快感を伴って私を誘い込み、私はその心地よさに溶け込んでいってしまう。本当に眠い時の睡眠。気持ちいいよね。いけない。あー、眠ってはいけな。バタ。なあ、眠たい眠たい。眠たいよー。どこかで子供たちが騒いでいる。嘘。クスクスという笑い声まで聞こえる。いや、子供ではなくて。あれは、リスか、ネズミ？リスカの哺乳動物。森や林を飛び回り、木の実などを食べる。前歯が可愛い。可愛いよねー。ネズミ科の哺乳動物。ドブや床下を走り回り、物を食い荒らす。前歯が気持ち悪い。いやー、いいようですね、これは。ネズミも可愛いと思うよ。菌がついてないネズミなら好きだよ。私はぼんやりと落ちていく眠りの中でそれを聞いていた。それに、なんでこんなに近く、耳元で？私は完全に眠りに落ちた。え、ネズミ入ってきた？やばい、耳をかじられる。ドラえもんみたいに。え？ん？何これ？私は深い深い眠りに落ちた。なんだか寒気がする。嫌な気分が強くなっている。それに本当にすぐ耳元でその笑い声が聞こえているのだ。私は目を開けた。ぼんやりと目を向ける。あの嫌な笑い声はどうもファックスの方から聞こえた気がするのだ。だが私はうつろに考える。その方向に窓はないのだ。続き部屋はなく同じ高さに建物もない。そしてここはすべての出入り口と窓に鍵がかけられている完全密室なのだ。外から声が聞こえるはずはない。怖い。私はゆっくりと顔を上げた。笑い声は止んでいる。私はまだぼんやりとした頭で部屋の隅々まで見渡す。
室内を包むしじまの中で、おかんは次第にそのリアリティを失っていく。疲れているだけだ。そうかもしれない。私は自分の左手が痺れて感覚がなくなっていることに気づいた。その上、うつ伏せで寝ていたらしい。よくあることだ。いや、たまにこれあるけど、本当に自分の腕が、自分の腕じゃないみたいでちょっと焦る。わぁ、わぁってなる。それにしても目覚めた左手はまるで人の、他人の手のようだった。ねえ。え幻覚？私は苦笑して、その手を机の上に投げ出した。え？だが、ないじゃん。目の前にあるのは空っぽのシャツの袖だけだった。なに？どうして？私は呆然とそれを見つめた。手首から先のない私の左腕。悪い冗談を見ているように私はうつろに乾いた笑い声を立てた。すると どこからかあざきりの笑いが響いた。さっきよりも近く、はっきりと。え？あわあ！私は凍りついた。これは夢だ、夢なんだ。しかし目を閉じることはできなかった。私の目は目の前の奇妙な左腕を見つめたまま大きく見開かれていた。声は大きくなり小さくなる。そしてカサカサと這い回る音。やばい！突然いくつもの笑いが聞こえた。心臓が飛び上がった。ちょ、死んじゃ。聞き覚えのある声のようにも思える。それは、アキコだっけ？翔子だっけ？の笑い声になったかと思うと、川沢の笑い声に変わった。そして次々と私の知っている幾人もの人間の声となって耳元で一斉に笑い声を上げるのだが、その声は決して彼らが発することのない耳障りなトーンを含んでいる。冷や汗が吹き出る。私はまたわけのわからないおかんに震える。きっとこれは悪い夢でも見ているのだ。私は声を上げようとした。口は開いたが声は出なかった。喉の奥で発せられる空気が吸い込まれることもなく、吐き出されることもなくただ渦巻いている。苦しい。何かが私の周りを動き回っている。え？なになに？あ、あわ。お、新しいアングル。なんだ？小さなものだ。そして生き物だ。何かはわからないが、そいつは私をめぐるすべての人間の声を借りて私を嘲笑っている。恐ろしいと思ったのはその嘲笑ではなく、聞いているうちにそれを信じそうになっている自分自身だった。私はその妄想を必死で振り払う。笑い声は続いている。その笑い声は私の頭の中へ直接、ドリルでねじ込むかのように響いては食い込む。ドリル。自動回転で穴を開ける霧。学校機？転じて反復して練習すること。どちらも頭を悩ますことに変わりはない。ああ、だから算数ドリルなんだ。響いては食い込む。響いては響いては響いては食い込んでくる。何かが触れた。途端身の毛がよだつような嫌悪感が走る。まるで生き物の死骸。それもドロドロに腐って溶けた死骸に触れてしまったような。目を閉じたがそれはできない。顔を背けようとしたがそれも不可能だった。怖い！怖いんだけど。な？私はただ手首から先のない自分の腕をなすすべもなく見つめ続けているしかない。あ、なんか出そう。あ、袖の中を覗くと私の手首の切断面があった。シンクの手首の切断面はサーモンピンクで象の鼻先のようにピクピクと動いていた。おえー。そこにあるのはもはや血や肉ではなく吸い込まれるようなブラックホールに似た漆黒だった。あ、なんだ？痛みはない。あ、なんだこの背景。なんかびっくりしてる猫の写真を貼り付けたい背景出てきた。感覚もない。あるのはわずかなうずき、両親のうずきだろうか。私は何かを思い出そうとしている。深い記憶の彼方の底に今、私に何か必要なものがある。遠く霞んだ記憶の底に何かが。ああ、あと少しで思い出せる。あともう少しで。しかしその先の闇は不意に途切れ、もう一つ真っ黒な闇に覆われ、さらにその先のさらなる闇に覆われて、その不定愁訴は未知の闇へと消える。不定愁訴、動悸、息切れ、めまい、吐き気、手足のしびれ、不眠など、漠然とした体の不調、内臓やホルモンに問題があるなど、体、身体的な疾患の場合と、純粋に精神的なものから来ている場合がある。60年代末には流行語になった。そうなんだ。いや、保健室に来る。中学生とかは、だいたい不定愁訴みたいな感じですよね。偏見。
そして宇宙は手首と同じく私から失われていった。左手どこ行っちゃったの？あー、吸い込まれるー。あ、怖っ。何今の？チャッキー？夢は何度振りほどいても私に強くのしかかってくる。重く、暗く、そして冷たい。私はじっとりとナメクジのような冷や汗をかきながら目覚める。ナメクジ、ナメクジ科の軟体動物で湿ったところを好む。塩をかけると消えると言われているが、実は小さくなっているだけ。知らないうちに塩から抜け出し、また水分を吸収して元の体に戻る。雌雄同体でオスメスがない。ナメクジなぁ。可愛いけど、雨の日に道路に落ちてるとマジで、やめてほしい。踏んじゃ。不快感はその夢の残滓にとどまっていた。それは不条理で、恍惚で、儚げだった。うなされた夢自体はもう忘れかけている。大丈夫？怖いよ。市川文康進めんの怖い。